テイルズオブエクシリア、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、ハミルにやってきたところです。さて、いろいろね、話とかしていきたいんだけど、入れるよ、ここ。ん？あ、勝手に？勝手に？勝手に？いいのかい？え、これ、わかんないんだけどさ、人んちだよね。ガタクトされて、人んちって言うかっていうレベルだけど、物置小屋とはいえさ、他人が管理してる土地ですよね。こっちって何があるんだろう？何をしていたの？そういえば、アルビン。ニアケリアの社を出た後、どこへ行ってたの？大人の秘密。なんか、ごまかそうとしてるでしょ。ありゃ、わかる？何してたのか聞きたい？言いたくないなら別にいいよ。別にいいなら言わないけど。言いたくないの？聞きたくないの？聞かない方が良さそうだね。言わない方が良さそうだろ。なんというか丸め込まれたようにしか感じない。パレンジの実がなってるな。パレンジ、こいつはいい果実種になるんだぜ。へえ。でも柔道多分未成年だしな。果実しか何が一番好きだろうな。なんだかんだやっぱ梅酒かな。あんまりワインとかはね、渋さとかは別にいいんだけど、独特の香りというか、あれがどうしても苦手でね、飲めないね。その点、あれなんだよね、梅酒は結構飲みやすく作ってあるからさ。一瞬女子供でもって言おうとしたけど、子供は飲めないね。出て行けよ、おら！え、なんで？あ、うち来るかい？いいよ。薬病神、あんたなんかいるから。ガキに投石をするな。行くよな、柔道は。お前、大丈夫？お前たちのせいでこっちは散々な目じゃ。ラッシュガル軍にやられたか。八つ当たりかよ。大人げないな。よそ者に関わるとろくなことにならん。すぐに出ていけ。村長さん、まるで人が変わっちゃったみたい。全然違うな。おい、助けてやったんだから礼ぐらい言っていけばいいのに。私たちは村の者からラッシュガル軍の動向を聞くとしよう。教えてくれる？長くとどまるつもりはない。それを忘れるな。うん、わかってる。ありがとう、ミラ。あの子仲間になるかな。どこ行った？あれ？君はそこ入るのかい？ここに住んでるってわけでもないんだよね、多分ね。すいません。あ、やっぱここ？怖いよな。助けてくれたとはいえさ。ちょっとお話ししない？大丈夫、僕はいじめたりしないよ。こんにちは。前にも一度会ったよね。こんにちは。
お兄さん結構臆病だね。いや、びっくりするとは思うよ。ティポ、名前なの。ティポ。彼女はエリーゼって言うんだ。僕はエリーって呼ぶけどね。よろしくね。よろしく、二人とも。あの、大丈夫ですか？うん、ちょっとびっくりしたけどね。クワジュスみたいな感じでもないんだよね。僕は柔道って言うんだ。柔道くん、さっきはありがとう。ありがとう。あの場でさ、ティポがそれやってれば投げられないんじゃない？何があったの？よかったら聞かせてもらえないかな。ほんとね、外国の怖いおじさんたちがいっぱい来たんだけど、大きいおじさんがやっつけたんだよ。ああ、あの人。でも、おじさんどこかに行っちゃった。そうそう。そしたら外国のおじさんたちが村のみんなをいじめたんだ。大きいおじさんは、エリーゼのお友達なの？ううん。エリーを閉じ込めた悪い人だよ。リベアに一緒に来たの。でねでね、外に出たらみんな石ぶつけてくるんだ。もうひどいよね。柔道さん？あ、ごめんね。エリーゼとティポはここで他のお友達を待ってるの？お友達いないから。じゃあ、僕が最初の友達だね。え？ああ。ティポはお友達じゃないの？わーい！友達！柔道くんは友達！エリーゼ、君のこと、僕の友達に話していい？どうしてですか？君が、村のみんなにいじめられてるのが嫌なんだ。友達と何とかできないか考えたいんだよ。うん、ジュードくんは友達だから、ジュードくんのことは信じちゃうよね、エリー。ありがとう、エリーゼ。じゃあちょっと待ってて。どうした？一緒に行く？すごい笑顔だったな、ティポ。よし、じゃあ一緒に行こうか。なんかないか？あった。パレンジ。パレンジこれなのか？パインでもオレンジでもねえな、これ。マンゴーみたいな。マンゴーでもないか。マンゴーのお酒もいいよね、美味しいよね。ほとんどお酒って飲まないんだけどさ。なんだろうな、別に体に悪いとかそういう感覚でもなく、ただただ飲まないんだよね。酒飲んで実況とかしたくないっていうのもあってね。ミラ、アルビン。連れてきたよ。その子。柔道。ティポウニョンですの、かわいい。特に有益な情報はなかった。ここにもう用はない。すぐに戻つぞ。待って。この子のことで話があるんだ。また面倒ごとを背負い込んでみたいな。村民がエリーゼを疎んでることは間違いなさそうだ。うん、村長の態度からもそれは伺えた。ジャオという男が戻らねば状況は変わるまい。でもエリーゼはその大きい人、ジャオも友達じゃないって。ジャオがいたら閉じ込められて、いなければ疎まれ迫害される。救われないな。一緒に行けないかな？連れ出してどうする？その先のことを考えているのか？私の目的は分かっているだろう。うん。あ、まあ戦えないもんな。邪魔になるといえば。本当？いいの？柔道、キジル海爆で私が言ったことを覚えているか？
なんだっけ。君のなすべきことをそのままの君でやってみるといい。私はそう言ったと記憶している。うん、覚えてる。今さら撤回するつもりはない。これはあの時の答えを出すためと捉えていいか。うん、エレゼに話してやれ。うん。いや、どうだろうな。ジュード君、場当たり的に生きてるからな。何が正解かとかじゃなく、優しいんだな。途中足手まといになっても、仮に命を落としたとしても、捨ておくだけ。私の使命に影響はなかろう。もともと一人で完遂するつもりだったのだ。とは口で言ってるけど、どうだろうな。なんかあったらどうせ見捨てられないんだろうなとは思うけどね。出るか。エリゼ、こんなとこ未練はないでしょ。手は振るんだな。いけすかねえ村だな。気にはなんのか。どうなのか。ちょ、まあ、石投げに行こうや、あんな奴ら。あ、イベント？こんな辺境の村に兵士が来るなんて。やっぱり、あんな娘を預かったのが間違いだったんだ。あの年であんな術を使うなんて普通じゃなかったわ。ジャオ殿は、飢饉の年に年貢を免除してくれた恩人じゃ。仕方あるまい。その恩人だってよそ者だ。不幸はいつだって外から来るんだ。村が寂れた原因だってよそ者がこの村の特産だったパレンチやナップルを無断で持ち出して他の土地で増やしたからじゃない。このハミルは大昔に俺たちの先祖が切り開いた開拓の村。信用していいのは互いに助け合ってきた村の人間だけだ。その通りじゃな。こうやって閉鎖的になっていくんだな、村って。エリゼ、今のは本音だよね。でもあのおばさんは夕飯のおかゆに卵を入れてくれました。美味しいよね、雑炊。あっちのおじさんは倉庫の隙間を板で塞いでくれた。そういう親切も本音だと思うぜ。そうだな。本心から助け合わねば辺境で生きていくのは難しいだろう。じゃあなんでエリーゼを追い出したの？身内を守るためによそ者を切り捨てることも必要なのさ。生きていくのは綺麗事じゃないからな。何を優先するかということだ。本人の前で言うのはちょっとあれだな。ごめんね、入っちゃって。行こうか。ごめん。優先することが難しいよな。エリーゼも使えるようになるのかな。見れない。無理ですよね。結局次どこ行きゃいいんだっけ。ここに戻るぐらいしかないよね。海底入り口。敵も弱いしな。あんまりすごい静かな気がする。おじさん、ラマンガン海底はラッシュガル。ああ、早いね。早いよ。はじめましてです。そういえばまだちゃんとエリーゼを紹介してなかったね。エリーゼルタスです。こりゃ5年後にはすっすごい美人になるな。今も可愛いでしょ。俺はアルビン、そん時までよろしくな。そんな、私、あー、これってナンパだ。アルビン
このぬいぐるみはなぜ喋っている？え、ティポは昔から喋ってたです。だよね。私がおかしいのか？当たり前でしょ。うん、ぬいぐるみに反論されるとは不可思議なこともあるものだ。不可思議ってねえ、ミラが言うかな。本当だよ。なんで男性陣とちょっと気が合うんだよ。ん？なんか話せるね。これ連れてってくれるかい？あの、イルファンに行く船はいつ出ますか？すみません、首都圏全域に封鎖令が出たおかげで全便欠航なんです。他の便は？しばらくはサマンガン海底行きしか出ませんね。サマンガン海底行きの船に乗りますか？どうしよう。てかここの人でさ、他の海底に向かう船はしばらくありませんよ。いや待って待って待って、ここの人でさ、なんか欲しいみたいな、なんだっけ、パレンジ欲しいって言ってるやついなかったっけ？いたよな。そこだっけ？そこだな。いたいた。あの、倉庫の下で拾ったんだけど。買い取らせてもらうよ。オッケー。犬フェイス芝？なんだって。なんだって？なんでもこのさ。試そうとする。話、あ、そういうこと？これ一つで全てを台無しにできるアイテム。鼻汁って本当に鼻汁なんだ。ちょっと待って。あ、かわいい。かわいいけど。かわいいけど。あ、最悪だ。最悪だ。よし、行こう。犬フェイスいいね。サブイベントかだって。なんかベルセリアとかさ、ベスペリアとかさ、アビスとかさ、あんまりサブイベントできてなかったからちょっと掘っていきたいんだよね。サマンガン海底行き、これ次回やっていこうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。